こんにちは、デレシキッチンです。今回はポークストロガノフを作っていきたいと思います。まずはお鍋に油をひいて豚肉、塩コショウ、ニンニクペーストを加えていきます。豚肉が色づいてきたらスライスした玉ねぎも加えてしんなりするまで炒めていきましょう。デミグラスソース、醤油、ウスターソースも加えてよく混ぜ合わせていきます。お湯 200cc を加えたらひと煮立ちさせていきましょう。最後にケチャップと生クリームで味を整えたら完成です。お好みで生クリームをトッピングしてください。いかがだったでしょうか。以上、デレシキッチンでした。